どうもこんにちは、おはようございます。今回もですね、新三国無双4無双モード、難しいモード初期捨てからやっていきます。次誰にしますかね。結構いっぱい出てきたよね。いくぞ、3、2、1、はい。またいや、ないんすよ、ごめん。そう、もう全員やったけん、残念ながらないんです。もう一回いきます。3、2、1、はい。またないんです、ないんですよ、全然ないんです。はい、もう一回いきます。3、2、1、はい。はい、ないんですよ。すいません。ないんです。全然ない。じゃあ、ふざけんな、お前。毎回これが出てくるんだ。いくぞ。マジで目つぶっとるけどね。3、2、1、はい。5ですね。もっと危なかったな、これ。5ですね。さあ、今で4回吹きてほしかったな。じゃあ、選びます。3、2、1、はい。あ、やったな、お前は。3、2、1、はい。やったな、お前も。ちょっと待って。なんか今日調子悪いな。3、2、1、はい。おっさん、おっさん来ました。数々の障害を得ておっさんが来ました。孫権に仕える名将、仕えた当初は学問や兵法が苦手だったが、努力を積み重ねて孫を随一の将に成長する。そうですね、両ももともと学問苦手だったらしいですね。で、孫権やったっけ、孫権にお前勉強もせんとやばいぞ、今時勉強してないやつ学年やつ生き残れんぞって言われて、よしめ勉強するって言うて勉強したらめっちゃ賢くなったパターンのやつらしい。で、難しいでいきます。さあ、両毛伝ですね。観念が出てくるかな。じゃあ、俺は両毛、あざなはしめ。かっこいいね、この声。今は孫作殿のもとに仕えている。これまで磨き上げた俺の武、そこらの武人には負けんつもりだ。今、孫作殿は孫家による乱世の集結、つまりは天下統一に向けて動き出した。この大使は今は亡き孫権殿の願いでもあった。主の大使を支えることこそ真たる者の務め。孫作殿の天下を実現するために、この俺の部全力で振るおうぞ。よし、強いんかな、リョモ。よ、リョモ、俺はこれから孫家が天下を取るための戦を始めようと思う。ま、長い戦いになるだろうが、よろしく頼むぜ。まずは江東、五軍の地を取る。あそこは孫家にとって不祖伝来の地、天下取りの第一歩として、これ以上の土地はないぜ。敵は寄せ集めだ。拠点を占拠すれば俺たちに下ってくるだ。お前の部、この俺の部と一緒に天下に響かせようぜ。任せろい、響かせてやんよ。ということでですね、武器は断撃です。初期してからですね、どっちにしよっか。多分こいつのチャージラッシュはね、フンフンって振り払って、多分ちょっとこう気絶するような、多分地上ヒットのやつなんですよ。スリーと一緒 やと思うよね、多分。ただ凍った時の無双乱舞がこっちの方が強いけん、どっちにするかな。最初やしな。最初ってダメージがなんせ入らんのよね。入らんけん、うわー、どうしよう、めっちゃ迷う。遠慮にする、遠慮にしてみて。いや、でも待てよ、こいつって確かさ、チャージ位置さ、炎の玉出さんかったっけ。なんかこれちょっと覚えとるよね。ちょっとだけ覚えとるんですよ、昔やりよったの。昔やりよったっけ、なんかちょっとだけ出さんかった、気のせいかな。ちょっと迷う、めっちゃ迷う。標力でいくか。で、もう装備は白虎と、玄武で、これはもう仕方ないんで、これでいきます。よし、いくか。これなんや、この五軍の戦いか。まず玄光と玄白虎やったっけを倒しましょう。丁寧やな、ほんとこの無双法の無双モードって。着眼します。おういい年じゃねえか。ちゃんとそれ用に作り変えられとんやな。大まかなは一緒やとして。ガン飛ばすなお前。おい、これ前シューターやったっけ。これ一緒やな、めちゃガン飛ばしょりゃ。我が隊は砦の攻略に。さあ、強いんか、りょうもんは。いいよね、やと思った。どけ、真空しょうがないけんきついな。あんた
の天下取り、俺にも手伝わせてくれ。そう、これ、これよ。お前も今日から孫家の一員だぜ。よし、よし、当衆と共に原発を駆使せよ。こいつ誰やったっけ。戦には頭も必要ですよ。ヘキレか。久々に強敵と会えたわ。ごくしょう、ひとったり。我々も共に戦います。あ、なんしてんねん。 OK。 で、あとは原発庫倒す。原発庫さん、こんにちは。当たってない。よし、多分こいつ、あー、ほら出た。やっぱそうや、覚えとったぞ俺は。これも覚えとった。我々は孫策の背後を。あ、ごめん、ちょっと待って。ね、マップ見ていい？覚醒が右下にありますね。これ覚醒、これ覚醒で、こっちに武器と防具が、防具のアイテムが。え、ないよ、ないよ。あった。我らもこうしてはいられんな。行くぞ。よし、これで左、よし。おお、ありがてえ。対してからな。範囲狭い。範囲が狭いぞ、ベイビー。敵将、打ち取ったり。よっしゃ、攻略部隊は突っ込め。いや、読もうはね、これ、ムソラム強いわ。当たれば。あの、劇の、劇の裏側使うの腹立つけどな。よし。なんでそこやねんと思うけど。尊敬を狙え。これさ、これさ、これ孫権やばかったっけ、孫権やばかったっけ。よし、畳みかけるのだ。さあ、全力で来る。なあ、お前ら腹立つ。このままじゃ剣だよね。これしかも割とすぐやられんかったっけ。あいつは助けに行くか。なんか俺の予想が正しければ割となんか速攻でやられよったような気がする。ちょい待ち、モンペイがおるんやな。やるようだね。速攻は私の得意とするところ。なんでこういう時にあかんやん。こういう時にこうなんやねん、急いとる時。おいおい、待て、まだ死ぬなよ。今こそ少年の。うわ、こう来てよ。全然攻撃が通らん。これをやりますね。敵は？敵何してん？全然おらんやん。敵な、寄ってこいよお前ら。なんやねん。来い、反応。反応か。そっちちゃうわ。俺が相手になろう。え、どこ行ったあいつ。何しょん、何あいつ、マジでなんなん。俺の攻撃合わせるか。何やろな。これまでか。
もうお前は本当に可愛いやつやな、おい。大好きかよ、お前。ここで、おかげで助かったぞ。ついでに拠点潰す。いやー、ちょっとチャージ力が、きっとチャージ力、こいつ素晴らしいチャージ力のはずや。地響きや。ちょ待って、やばあいつやばいって。孫権やばすぎやろこいつ。即死な、瀕死や、めちゃ瀕死や。いかいか、シュータイム、孫権守ってやれ。あいつやばいぞ。速攻かけるってのも面白いかもな。これで左全員倒した。もしかして倒しとる感じやな。太子寺しかおらんなと。で、この左下にもう一丁アイテムがあるんで、それだけ取りに行きましょう。アイテムと、何だっけ、武器がある。絶対孫権死ぬやん。あれ、これか、これよし、来い太子寺。我が軍の敗勢、もはや覆せぬか。このイベントも死ぬほど見たな。旗色を見て身を翻すほど器用ではないのでな。来い、この太子市議が最後の砦だ。よし、俺の鉄壁の守り簡単には破れんぞ。やばい。俺以上の暴挙は許さん。まずいな。マジか。待ってくれ、そんなのなしやろ。強すもう、あんなのありえんって。どんなバケモンやん、あんな食らうん。えぐっ、うざうざ、今のめっちゃうざかった。うわ、えぐ、今のめっちゃ腹立つわ。なんやねん、あれ、最後の。あんなことあってたまるか。なんですけど、もうめちゃくちゃええなんやけど。なん、今までの俺の時間返せやな。どうしよう。いや、ひょうやな、やっぱり。いや、もうこれはもう、のけれんのよね、残念ながら。いるんやって絶対。マジかよ、いるんよ、もう絶対いるんよ。我が隊は砦の攻略に向かう。うわ、ちょっとあれ注意せないかも、あんな強いん。俺にも手伝わせてくれ。想像以上。お前も今日から孫家の一員だぜ。範囲狭い。よし、当衆と共に原白虎を駆逐せよ。我々も共に戦います。戦には
頭も必要です。あ、これや、これや、これや、お前は坂井戦略です。無理とけ坂井。敵将撃ち取ったり。いや、あれはえぐい。あんなの食らって死ぬんやったら俺もうやめるゲーム。あんなの、あんなんバグやん。ずるすぎやろ。あんな一撃必殺やん。全然凍らんないけどマジで。これ絶対半分じゃないよね確率。そんなわけないもん。アイエンぐらい凍らんよ。我々は孫策の背後をつく。これ中入ったら出てくるんかな。自分が中入っても出てくるんかな。出てこんねやろか。あ、出てこんな。あ、出てこんのや。自分が中に入ったら敵出てこんの。我らもこうしてはいられんな。行くぞ。一旦来い孫権。お前が死ぬけん嫌ないの。本当に潰しとったろ。これ嫌いやな、こいつらのなんかジャンプ攻撃。あんま好きじゃないな。さあ、これで敵が出てくるよ。よし、今だ。尊敬を狙え。で、ウビと、あれ、反応が一人ね。俺がぶっ飛ばしてやる。いや、このままじゃ剣がやられちゃう。俺が行く。よし、負けねえからな。打ち取ったり。で、ウビが出てくる。ウビが、ウビ倒す。一人か、死にたいようだな。あ、マジで冴えているな。次は負けない。打ち取ったり。あれ太子寺どうしよう。あれマジで戦えんねやけど、あいつとどうやって戦ったらいい。砦から出て敵を迎え撃つ。よし、これで上行くぞ。孫策殿、我ら江南の水族がお助けしやす。おお、ありがてえ。期待してるからな。よっしゃ、攻略部隊は作れ。これでですね、お、武器じゃない、アイテムと武器を取りたい。もうまた北海道やり直しよう。感謝する。ふざけないで。これね、もう正直ね、ここアイテムいらんと思うよ。最初の方は大して強いの出てこんけん。初期ステージとか初期ステージはね。俺たちの強さ思い知らせてやるぜ。で、ここも1個あると。範囲が、またアイテム、範囲が狭すぎて壊せない。我らの攻めの構えさせません。よし、なしてんねん。いやー、凍らんねん。あなた凍らないね。それは強敵と会えたわ。撃ち取ったり。
で、ここも1個。やばいやばい、逃げるぞ。マジか。マジか、むずい、当てにく。覚醒がもう一個出てきた。一個出てきたけど使えないな、この覚醒。よっしゃ、ラストや、いくぞ。アイテムだけ取っていこう。いやもう絶対勝つよ、もうあんなのありえんけんね。あんなんで食らってたまるか。とは言ったものの、どうやって戦おうかな。むざむざ首をやるわけにはいかん。俺の鉄壁の守り、簡単には破れんぞ。なるべく、なるべく無双ゲージは置いといて。これか、これか。俺の全力を持って相手になろう。モロども存分に攻め立て。なんで、どこ行く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 、あいつどこ行くん。よし、勝った。オッケーオッケー、この戦い方か。無駄死にはせん。さらば、バイバイ。仲間なれよ、お前なるんか。これで仲間なれやったっけ。よし、さあ頼むけん、3武器来てくれ。2武器でもいいけど3武器来てほしい。とりあえず3武器、まず3武器。竜葉は追い払った。これで俺たちの地盤は固まったってわけだ。強い奴らも仲間になったし、言うことなしだぜ。以後俺たちはこの五軍を拠点にして天下を目指す。親父、見ててくれよ。必ず孫悟の旗を大陸全土にたなびかせるからな。そうね、ここら辺はもう雑魚やけんしゃあない。来い、頼む、来い。よし、2武器ね、2武器ね、2武器ね、1武器。あっ、いやー重たいかよー。いやー、まあないよりはいいんやけどな。どうしよう、思いでやってみようか一回。はい、ということでですね、旅網の終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。